コカインを手に入れられる環境があった。自分はミュージシャンの仕事をしていて、最初はその仕事が中心でしたが、映画やテレビのドラマの仕事をするようになり、多様な仕事が入るようになりました。それ自体は喜ばしくありがたいのですが、日々こなすうち時間的に精神的に私生活を圧迫していきました。仕事のストレスからコカインに手を出したという滝被告、家族にはその悩みを相談できなかったといいます。朝は早朝に家を出て、多種多様の現場に行って深夜に帰っていたため、妻や子供はすでに寝ていました。学校もあり、子供中心の生活サイクルだったので、明日の準備もあって、寝ている家族を起こしてまでストレスを妻にぶつけることに迷いがあり、どうしてもできなかったです。裁判では情状酌量を求める妻からの嘆願書が読み上げられました。生活リズムの違いから夫と会話は少なく、仕事のストレスや悩みを相談できなかったことに気づきました。小林製薬、生理中ってデリケートゾーン痒くなるよね。あるー。ナプキンで濡れたり擦れたり。だったらフェミニーナ、デリケートゾーンの痒みをさっと沈めてくれるよ。生理中の痒み気にしない、フェミニーナ。なんか小林製薬、便器の水際の黒ずみはこの隠れた菌が原因。そこでブルーレット除菌 EX、 菌の増殖を遅らせるから黒ずみが出にくい、除菌ができる。ブルーレット除菌 EX。ここまでは P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。引き続き P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。大好評ハンズフリー詰め替え。とっても簡単、3つのステップ。まずはキャップを開ける。向きを確かめる。カチッと差し込んだら、あとはあっという間に吸い込まれていきます。わあ、はい、おしまい。手ね。新開発簡単詰め替えパック、アリエールプラチナスポーツから。あなたもナチュリス。それは畑から発送したファブリーズ、植物由来の消臭成分と 100% 自然の香り。ナチュリスファブリーズから。新しい心地よさを実感してください。ナチュリスファブリーズから。水はトーレのトレビーノ。水水一人誰？魔法使いのナミちゃんです。そんなくてでそのお水そのまま飲むの？飲むの？いや、とってもどこか。トレビーノ。トレビーノは余分なものを除いてビルナでそのまま美味しい水になるわよ。すごい、お家の水をトレビーノ。ほっぺが食べれ、キャンペーン中。昨日行われたピエール滝被告の初公判で、情状酌量を求める妻の嘆願書が読み上げられました。妻、娘と生活リズムの違いから夫と会話は少なく、仕事のストレスや悩みを相談できなかったことに気づきました。その中でストレスや寂しさから違法薬物をやめられなかったのだと思います。今後は悩みを共有し